アイラット・イシムラトフ後、イシュムラトフの指揮者としての最初の仕事は、ケベック市に拠点を置く、室内楽団でビオロン・ドゥロイデのものであった。ここで彼は、バーナード・ラ・バディの指揮補佐を担当。イシュムラトフは、2009から2011年の、アイダ・ケベック・シンフォーニー・オーケストラの専属指揮者に任命されている。同期間には、イスラエル出身の指揮者兼作曲家、 ヨアフタルミのサポートを担当。中国、上海にてクレストリの演奏を行うアイラット、イシュムラトフとエルビラミスバコバ2000年に、イシュムラトフはクレズマー集団クレストリに加入、クラリネットを演奏し、加えて、作曲と編曲も担当している。アイラット、イシュムラトフの音楽は、マキシム・ベンゲイ・ロフ、ケベック・シンフォニー・オーケストラ、オーケストラ・メトロポリタン、台北市立公共局団、 アマデウス室内楽団ポリッシュラジオをはじめとして、世界中のあらゆる国で演奏されている。ニューベルジェネレーションオーケストラ。オーユーアルシーオーエヌディーユーシーティーオーアルエスドットオーアルシーエスティーエルエヌオーユー。エヌエス。エヌ CD レビュークレストリハット、レバルユニバーシティ、ファカルティオブミュージックムス、ラバル、サ、ハットウェンフォークロアミーツクラシックハット、エラットイクムーロトフ、エイリトルナーバス、ケベックシンフォニーオーケストラテイクスザエアディスサマー、ハットクラシカルコンセルトステファン、テトロースティールズザショーハット、ダウトウシュプレイヤー、ハットラストプロミシングウィークアットラノドイヤー、ハットハビングザフィナールワードコデンゼス、 アンドクリエイティビティ、ハットソファークルトゥーリナ・コンサーシー・オーキストリ、アマデウス・ハット・バーバー、コープランド、ブリテン、ブルフ、ディスコグラフィー、ラプリマベーラ、カザン・チャンバー・オーケストラ・アーカイブド2016年2月26日、アット・ザ・ウェーバック・マシン、クレスマー、プルミエール・レコーディングス・ハット、クレストリ・リリーシズ、ハット・ショスタ・コービチ、ワイン・ベルム、イクム・ーロトフ、 ハットレバンジュノールサンフォニックアーカイブド2015年11月24日、アットアーカイブ、イズ、ハットディスコグラフィ、カルトポストレイアーカイブド2015年9月15日、アットザウェイバックマシン、ベートーベンバイオリンコンツェルトウィズクルズマーコデンゼスバイ、イクムーロトフアーカイブド2015年11月24日、アットアーカイブ、イズ、ありがとうございます。